準備不足じゃなくて勉強不足、トーク弱いんだもん。森永氏は支持率でトップを走っていた小泉氏の支持に陰りがあるという報道について、メディアは小泉進次郎さんの準備不足だからちょっと支持が落ちてきちゃってるって言うんですけど、私は準備不足じゃなくて勉強不足だったんだと思うんですと自身の考えを述べました。そしてお父ちゃんがね、50歳になるまで立候補しちゃいけないって言ってたのは今になって思うと正しかったんじゃなかったのかって、もっと勉強してからだと。だって総理大臣になろうと思ったら幅広い分野に知識を持ってないとダメなんですよと話し、これにパーソナリティの柿花正しアナウンサーが、今回はあまりにもってことで急速にこの1週間で支持率を下げている感じですねが言うと、森永氏はだってトーク弱いんだもんと指摘。柿花アナは弱いというかはっきりは言ってるんですけどね、その言ってることがあまりにもっていうところがねと補足していました。小泉は頭が悪いだけだろ、やっぱり世襲はダメだな、森永さん正論すぎる、トーク弱いのに政治家とか W、 父ちゃんの言うこと聞いとけばよかったのに、50歳まで待てばよかったんじゃね、勉強不足なのに総理目指すとかやばすぎ、小泉純一郎の意向も落ちたな、森永さん容赦ない W、 トーク弱いのバレちゃったか、知識なさすぎて笑える、世間の目が厳しくなってきたな、小泉劣化版じゃん、父ちゃんの言うこと聞けよ、50歳まで待てなかった理由でもあんのか、森永さんの言う通りだわ、総理になるのに知識いらないと思ってたのか、小泉ブームも終わりだな、トーク弱いのに政治家になれると思ったのが間違い、勉強不足なのにポスト狙うとかなめてんの、世襲だからって甘えすぎ、森永さんの分析鋭いな、小泉もっと勉強しろよ、総理になるのそんな簡単に考えてたのか、知識不足バレバレで草、父ちゃんの忠告無視した報いだな、トーク弱いのに立候補とかアホかよ、小泉もっと経験積んでから出直せ、森永さんの言葉痛いけど的確、世襲議員の限界見えたな、小泉もっと現場で働いてこいよ、勉強不足なのに総理とか笑わせるな、森永さん容赦ない発言好きだわ、トーク弱いのに政治家は無理があるわ、小泉もっと地に足つけて頑張れよ、世襲だけじゃ通用しない時代になったな、森永さんの分析いつも的確だわ、小泉もっと勉強してから出直せ、トーク弱いのに立候補した時点でアウト、父ちゃんの言葉もっと真剣に聞いとけよ。